さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。振り付けとかライブの演出をずっと昔からやられているミヒコ先生のプロフェッショナル仕事の流儀があったのにもかかわらず録画すんの忘れたけれども今度さあ今夜は大人気の研究テーマ冬のドライブソングを研究せよ。歌集家のっちあーちゃんが雪山に向かうドライブで聴きたい音楽を好き勝手に選曲していきます。パフュームと一緒に雪山ドライブに出発ですよ。パフュームロックス。パフュームロックス starring パフューム。たくさんの生徒からの依頼、パフュームの冬のドライブソングを研究せよ。今年もこの季節がやってきましたね。来ましたね。イエイ。私たちがただただ好きな曲をかけまくるという研究です。よいしょ。イエイ。じゃあ今回は冬ドライブなので、うん、雪山に行くドライブを曲とともにお届けしましょう。はい、雪山結構なんだっけ なんだかんだいつも雪山行くよ ね。 そうね、雪山なんだっけ雪山なんだよな。そうみたい。バーチャルが過ぎて全然どこ行ってたか覚えがない。そうです。あったかいんだもんな。そっか。じゃあ今回はのっちが運転しますね、うん、はい。大丈夫かしらと言いつつ、この研究室の車は自動運転なので私も選曲していきます。よし。運転席にいるいるだけってこと、ね、じゃあ乗りましたか。はい。これから雪山を目指します。はい、うん、じゃあなんか曲お願いしますよ。じゃあちょっと1個目いっちゃっていいっすか。2つ目お願いしますよ。正直、正直こっち行かせてもらっていいっすか。お願いします。行きます何何あ、始まりは可愛い子ちゃんだな。楽しくなるね。楽しい。キャリーはさ、のっち去年、うん、お友達になったから。本当？そうなの。そっか。そう。だからなんかすごく新鮮な気分で聴ける。最近キャリーの曲は。あ、わかるわかる。ファンだったのが友達の曲だなっていう印象になった、うん、そうだね、うん、なんか中田さんの曲もさ、うん、やっぱりキャリーの曲はさ、すごい軽快に楽しくなる歌ばっかじゃんね。キラキラしててリズムがいいよね。うん、だけどライブ行って聴くとさ、涙出るんだよ。そうなんだ。けなげでキャリー、うん、もう体一本で勝負してるそうだよね。ほんとすごいんだよね。そうだね。尊敬。あ、ちょっと渋滞してきたな。じゃあ懐かしい曲いってもいい？渋滞ちょっとイライラしてきちゃうな。すごい懐かしいのいくね。お願いします。気分転換になるやつ。ビーチゲーダー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 ビーチゲー
ちょっと DJ 的にはすごく雑な入れでしたけど、 DJ ってそうなっちゃう大事じゃないですか。西部屋してんだかしてないんだか一番嫌なやつね。ありがとう。いや急に終わる。終わった。ありがとう雑 DJ。 あー渋滞解消してきました。あーよかった、よかったよ。いいからよ。ちょっとこのスピードに乗ってきた感じ、このノリの曲が欲しいな。このノリの曲ね、どん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 スピードアップしてきました、うん、あーいい感じです。じゃあやっぱこれかなと思います。あーありますか。やっぱりうちらにとってのスピード感のある、はい、勢いのある曲といえばもうこれしかないかなって。 OK、 いきましょうか。もうこれ季節関係ないです。関係ない、ファッションの問題。これはもう歌詞とか、はい、必要ないんで、自分のパッションで、はい、日本飛び出しちゃいましょう。もう行っちゃいたいと思いました。みんなダララんでいきましょう。ダララン、ダララララ、ダダラララ、ダララン、ダララララ、ダダダララ、ダダダララ、ダダダララ。あれ山とかじゃなくて海越えたかな。ダダダララ、ダダダララ、ダダダララ、小学校見えてきたな。ダダダダダダララ、ダダダダダダダララ。 Do you ever shine?本当に仲良くて最高だから。最高よね。ほんま面白い。これビターブラッドのね主題歌だったよね。懐かしい。タケルくん最高。あ、そうだよ、台湾のフェスでこれやったんだ。メイデイさんのさスリッパに出させてもらった時。そうそうそう一番この曲が盛り上がった。そうだね、急にお客さん全員立ったもんね。メイデイさんのやっぱり主催のイベントだからみんな待ってるからね。すごいね、メイデイさんの力感じたね。 あサービスエリア行きます。あ、行きましょうか。やりましょうか。じゃあなんかサービスエリアっぽい曲、サービスエリアっぽい曲あるかな。サービスエリアっぽい曲、うん、あるかな。サービスエリア、じゃあ流れてそうなの行くね。 OK。あーなんかちょっと都心から離れたな。離れた。寒い、道の駅感もあるな。寒いけどアイス食べちゃうんだよね。そうそうそう、ソフトクリームとか食べたくなるよね。8月の君の誕生日。歌えない、歌えない。サビまで歌えたいね。ね、何味にするアイス。バニラかな。それでも、ゆかちゃんバニラか。私このな富士ぶどうみたいなのいいね。しようかな。紫色、ね、ここにしかなさそう。あ、でも焼き芋あるよ。焼き芋いいね。アイスに焼き芋合うかもね。それでいくつもりするわね。あ、冷めちゃう。でも冷たいの冷めちゃうね。冷たいのが冷める。冷めちゃう、焼き芋冷めちゃう。アイスと一緒に食べたら冷たいから口の中冷たくなっちゃうんです。はい、ここだけ、ここだけなんだ。出ました。ここだけなんだよ。出ちゃいました。本当に尺の無駄しかない。ありがとうございます。はい、出ます。はい、車出します。なりましたか。再開しますよ。降りてたんだ。うん、今買ってたからさ。乗って乗って乗って。iPhone むき出しで音出してたってこと。怖いね、いいね。同期されて Bluetooth かな、サービスエリアから聞こえたんだよね。怖い。なんかいい感じの時に雪降ってきた。あ、じゃあ雪降り始めっぽい曲ちょっとかけてもいい？あ、いいよ。いくよ。あー、そっち行く。いやもう私もそれだと思ったよ。あ、本当ですか。うん、今準備してたそれ。すごい。ちょっと送るね。あ、やな DJ。 ちょこ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 。どこかな。伸びた影を低いんだよね。歩道に並べ、喉開けて、喉開けて、下げて、闇の中を懐かしいな。踊ろう踊ろう。
ね、そうやってもうちょちょいちょちょいって、もう嫌だねこの DJ。 すすらる喉開けて、すすらる来るよ、今年最初の夕日、おでこに当てて、あんなの歌に寄り添う。嫌だな、何のレッスンなのねえ。あの股間に当てるから、ちょうど繊細なミカさんの声聞こえないから、眉間に当てるよ。まずは喉当てよ。弱さじゃない。やだな。これ上手い人しか歌えないんでね。難しいんだよね。音域もやばいし。いややっぱ雪に合うね。じゃあちょっと今年のね、ちょっと雪のやつちょっといきたいんですけど。いいですね。私ね、やっぱなんだろう。ああ、わかる。もう泣いちゃう泣いちゃう。地球動かされたんですよ。あ、泣いてる。なんでしょうか。すげえ泣いてる。悲しいのに幸せ。嬉しい、泣けない。なんで泣いて泣いてんだろう。やだよやだよ。もうこれに関しては、よく晴れた空に雪が降るような、もう涙なしでは。ああそう、多分そんな感じだ。変な例えだね、僕もそう思うよ。なんで紅白さん出ないんですか。いやもうこれに関してはもうみんなもう出てると思ってます。あれあれあれ、え、出てなかったんだって。いや取り取ってもいいぐらいです、正直。いやこれに関しては本当2019年今年の一番のお願いです。紅白さんに出てほしい。だったな。何大恋愛というドラマ、大恋愛なんだ。主題歌でした。もう切ない。本当にもうやっぱりバックナンバーってなっちゃいますよね。いや正直ね、あのみんながうつうつ言ってる時は、うん、ああまあいいでしょうよいいでしょうよってなってました。正直あれあれあれ、シャニ構えて、あの妹もめちゃくちゃ昔から好きなんですよ。ああそうだそうだよね。まあちょっとシャニ構えてたところありまして、姉ちゃんね、そうだったんですけど、もうここでどっぷり。ここでどっぷり、ここでどっぷりいっちゃいました。愛を自して、うん、だからやっぱもう2019は、やっぱ絶対紅白さん出てほしい。本当よ、うん、で共演した時に、うん、あそこも仲いいじゃん、仲いいね。好きだよって言いたい。やっぱりやっと会えたね。うん、もう痛いね。ずっと活動してほしい。ありがとうございます。そうね、ありがとうございます。さあもうすぐ到着なんですよ、実は。あ、早かったね。もうすぐなの。まあこのトンネルを抜けるとやっと雪山が見えてくる。いいね。トンネル抜けてすぐの一発目の曲、ある何かある。行きなよ行きなよ。え、いいの。うん、いいんですか私。ちょっと心配です。もういいよ、早送りしたっていいよ。頭出しはちょっとしっかりし、はい、じゃあトンネル抜けますよ、はい、抜けますよ。抜ける、抜けた。やっぱりなー、雪山来たー。なんでいないよ。ほら、ここは譲れない。何年ですかこれ、何十年やるんですかこれ。本当トランペットみたいな声ですね。すごいよね、楽器。
日経ってやってるよ。でもやっぱりだよ、聞きたくなるのよ、ね、毎年正直聞きたい人とかありましたけどいや何年歌うんだろうな、ね、いいドライブになりました。あ着きましたよ、ゲレンデ到着、やったね、嬉しいわ、ありがとうございました。今年もお世話になりました。お世話になりました。広瀬香美さんありがとう。ありがとう。くしゃみ連発、信じられないなんてダメな人。素晴らしい。なんすか去年と同じもの流れてないですよ。俺なんかごっちゃになると、あれなんか同じだなこれ、前と一緒じゃねえかってちょっとなったんですけど、だとしてもいいと思う。いいね、まあ、なぜならやっぱもうずっと笑ってる、笑ってられるからこっちが。あと歌うのはいいけど、なんでそのガヤの方だけ歌うんですか。メインの方歌えやいいのにさ、いやとかそっちばっかり来る。これはね、これは、はい、この授業はね、はい、本当に毎週やった方がいいと思う。でファミリーブロックス内でもいいし、はい、土曜日とか日曜日の、はい、お昼時とかにこの30分の番組あったら、だドライブしてる人多いじゃん、週末いいです、ね、確かにね、家族で行った時とかにこれ流れてた。俺ちょっと編成に掛け合ってこようかな。車のナビとかで勝手に入ってたら最高ですね。ナビに、ナビにめちゃめちゃいいこと言うじゃん。めっちゃよくないですか。じゃあナビの人にも掛け合うわ。さあやって、うん、雪山行く時これが流れると。何のコネクションもないけど俺は。行きましょう、 JAF 経由で行きましょう。あ行けるかな。行きましょうそこはね。いやちょっとダメだな。なんで 100% 面白いんだろうな。なんかなんでちょっといじってんだよなそんで。であとちょっとあれならそうだな、みんなも思ってたけどやっぱノッチのあの雑なのがあそこだけちょっとこう、まあでもいいか、あれも込みにいいもんな、まあ、あれも面白の要素なんだよね結局。いつかね、週末番組ができるように俺は動きますんで頑張ってお願いします。新たな明日、今日も明日のこの時間はスクールオブロックの進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス、スクールオ